ヨハネによる福音書6章35節。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。本日の説教題は、私が命のパンです。森宗隆牧師に取り次いでいただきます。はじめまして。今日は初めてここで、尋ねております。森と申します。何かあの森先生なんて言われるとこう気色が悪いというかですね、恥ずかしい思いなんです。簡単にちょっとお話しますと、自分が救われたのはサンフランシスコの日本語教会に行った時、それまでは妻と一緒に英語の教会に長らく行っておりました。でも子供の時から教会に行ってたわけではないので、いろいろな英語の先生のお話の中に例えばダビデの話が出てきたりすると、何この話、ライオンのどうのこうの、どういう意味だって女房に聞いてました。でも心はまだ教会とつながっていなかったんですね。で、サンフランシスコの教会に行って初めて、ああなるほど、主の教えというのはこういうものかということが少しずつ分かるようになってきた時に、そこの先生がいきなり、森さん今日の祈りをしてください呼ばれました。まだね、それが十数年前なんですけども、その時祈りって言われても、それまで自分が経験したことがないので、しどろもどろでなんとか祈りの真似をして、恥ずかしいながら真っ赤になってですね、教会の椅子に戻った思いがあります。主に変えられるということは、そんな自分でもこうやって皆さんに主の御言葉を語る立場にまで、変えられたということになります。でも経験は浅いので、皆さん今日わざわざインターネットを見て来られた方は残念でした今日は代打の自分なんで、藤波先生まだ日本からお戻りにならないでしょうが、伝道ウィークということで呼んでいただいた。代打でも時々ホームランも打ちますから、ただ三振もあるかと思います。三振してもホームランであっても主に栄光が着せられますように。どうか今日の一日、主が共に我々とおられますようにと思っております。簡単にお祈りをしてからお話を始めたいと思います。天にはします、我々の父よ、こうして主日礼拝にこのようなたくさんの方が聞き聖城教会に集まることができたことを感謝いたします。どうか主が我々と共におり、主の御言葉が伝わりますように。どうか自分の心、そして皆さんの心の扉を開け、主イエス・キリストが我々に臨在しますように、すべてを感謝し、主イエス・キリストの名においてお祈りいたします。さあ、今日選びましたのはヨハネの福音書、私が命のパンだと主イエスがおっしゃったところです。これは主イエスが5000人の給食、ガラリア湖の東側で5000人に給食パンを与えたという、その出来事の翌日、カペナウムというところに戻ってカペナウの街道でのお話です。主が5000人の給食をされた、5000人の男と書いてありますから、家族へ入れれば1万数千人の人たちがおられた。カペナウム自身、その頃の人口は1000人から2000人ぐらいだと言われています。そんな小さな、カペナウムは大きな町だったわけですが、そんなところに1万数千人の人たちが集まった。彼らは癒しを求めていた、癒しのために主イエスに会いに来られた。
そしてこれは杉越の祭りの前だったと言います。杉越の祭りというのはパスオーバーですね。モーセがエジプトにいる奴隷生活をしていたイスラエルの民族を助け出した、それを祝う祝いです。その祝いが始まる前の出来事、彼らの頭の中にはモーセが40年間荒野でマナーを与えてくださったという思いがそこに残っています。主イエスは5000人、まあ1万数千人の人たちにパンを与えました。ただ単にパンを与えたんじゃないんですね。彼らをまず整理整頓して50人、100人の人たちに分けました。そこには統制された意図があります。富豪の衆が集まってパンを取り合ったわけではありません。イエスは人を分けられました。そして天に祈った。みんなの目は天に向かって向いたことでしょう。天の父から来るパンなんだということを主イエスは示したかった。それを5000人の皆さんにしたということです。その後にカペナウムのこの街道に来た話なんですが、その途中に現れるのがガリラヤ湖を渡ったという話です。ガリラヤ湖を渡って人たちが船の中で苦労している時に歩いてこられた幽霊かと思ったという話がその間には入りますが、この話自身はカペナウムの街道です。皆さんはここの今月来られると思うんですが、黒田先生の僕はイスラエルツアーに一緒に行きました。ですからあれは去年の2月だったんですかね、このカペナウムの街道にも行ったんです。それほど大きな街道ではありませんでした。どちらかというとこの教会の半分ぐらいの、そのくらいの広さだったんではないかなと思うんですが、おそらくパンの給食を盛られた、食べられた人たち、すべての人が追いかけて相当な人数がそこに集まっていたんでしょう。ところがイエス様がお話しするのは、私が命のパンですという、命のパンということなんです。今日お話しようとしているのはこの聖句の中で命のパンであるということ、そしてその次にイエス様が私に来るものというパンであるということのことを考え、次に私に来るものというその言葉を考え、次に私を信じるもの、信仰、これについて3点お話ししたいと思っています。ね、ここの本当に教会100年前ですか、建てられたのが100年前にこの教会が建てられたあの時期というのは、おそらく大公共が恐慌があって生活も苦しい時期だったのではないかなと思うんです。その中で先人であられる日系の皆さんがこだわりを持ってこの高地上に似せた城の形で作られ、そして日本の意地といいますかね、それを見せたこの城門を見ても大変な作りですよね。そのような苦しい時代にこの教会が建てられた。ヨハネの福音書、はっきりといつかは、いつこれが書かれたかは分からないんですが、おそらく紀元90年頃だと言われています。紀元90年と言いますと、ローマ帝国からのクリスチャンの迫害が激しい時期です。クリスチャンであるからといって牢獄に入れられ処刑をされている、外からの外圧がありましたが、同時に教会内でもあまりにも迫害が激しいので、
クリスチャンを辞めて元のユダヤ教に戻ろうとしたそのような人がいたという話があります。教会も内部がいろいろ揉めていた。そのような中にヨハネがここでヨハネの福音書を書いて、イエス・キリストが命のパンなんだと伝えようとしています。ヨハネは光と闇の世界を描いています。光を闇は理解しなかった、闇は勝てなかったと書いてあります。私たちはそのヨハネの意図を汲みながら、我々自身が実は闇の中にいるのだということをしっかりと理解しなければいけません。クリスチャンは不思議な存在ですね。心は天にある主イエスとつながっていたり、もちろんつながっていると思います。でもこの世にはまだ我々の体は残っている、中途半端な状態がクリスチャンなのかもしれません。そしてこのカペラウの街道に集まったいろいろな方は、思いがたくさんいろいろな形であります。自分も昨日はただでタンを食べさせてもらった、今日もパンを食べさせてくださいという方々もいたでしょう。彼らはモーセは40年間もマナを荒野で我々の祖先に養ってくれた、イエス昨日だけ1日だけこれから何の印を見せてくれるんですかという気持ちでいた人もいるでしょう。もしくはこのローマ帝国の支配から解放されて、イエス・キリストが王となって来られたというふうに王にしたいと思って集まった方もいると思います。多くの方はパン、我々の日常のパンである肉体を養うパンを欲しがっています。恵みを欲しがっています。癒しを欲しがっています。でもイエス・キリストは、私は命のパンだと言うんです。命のパン、あなたたちの肉体を養うのではなくて霊を養うパンなんだということを話をされる。ところが行き違いがあります。群衆が求めているのは我々の食事を提供してくれる、もしくは、自由を確保してくれる、そのようなものを求める。でもイエス・キリストは、私が命のパン、あなた方の魂を救う命のパンなんだという、そのメッセージをされるわけです。残念ながらそれを受け入れる方は少なかった。思い起こすとその前の日のパンの状況ですね。これは弟子を訓練するためでもあったわけです。そのために5つの大麦のパンと2匹の魚、これから祈りをして最後に12のカゴが残ったといいます。12のカゴ担いだのはおそらく12の弟子だったんではないでしょうか。弟子たちはびっくりするほどのパンが余って、それを担ぎながら、主の御業が確かなものである、この奇跡が主イエス・キリストは確かに神の子であるということの確信となって彼らの心の中に入っていったのではないだろうかと思うんです。もし例えばもうイエス様をお医者さんと比べて申し訳ないんですが、お医者さんがここの中にいて一人誰か倒れた時に助けることができるんであれば、そのお医者さんはその人を助けようとします。イエス・キリストがパンを与えたのは、空腹であるこの群衆、迷っている羊の群れを助けることができたからパンを与えました。でも本当に与えたかったのは命のパンである自分の
霊でありましょう。でもそれはなかなか理解することができません。イザヤの、これは出てませんが11章の2節イザヤの11章の2節で主の霊がとどまる、知恵と悟り、思慮と力の霊、主を恐れる知識の霊という言葉があります。主が与えたかった霊はこの知識と悟りの霊でありましょう。そして主イエスはここで来なさい、私のところに来なさいという言葉を言うわけですね。これは多くの場合他の箇所でも出てきます。イエスは一番最初にペテロと兄弟アンドレに会いました時の出会いの場面でイエスは彼らに言われた、来なさい、そうすれば分かります。来なさい、そうすれば分かります。マタイの14章では、ごめんなさい、マタイの4章ではその場面を、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと言ってます。私に来なさいというのがイエス様からの手を伸ばされている、すべての人に伸ばされている言葉です。来なさい。今さっきガリラヤ湖の上をイエスが歩いた話をしましたが、その時に船の中にいたペテロはイエス様の方を見て、イエス様が言いましたガリラヤ湖の上でですね、これがマタイの14章に来なさい、そしてペテロは船から出て水の上を歩いたという話が出てきますね。イエス様を見てイエス様のところに行こうとしている時には歩けたんですけども、嵐を見てイエス様の方から目を離した時には水に溺れそうになってしまいました。イエス様は我々に対して常に来なさい、私のところに来なさいと招いてくださっています。イエスは光です。命の光に来なさいと招いておられる。でも私たちは暗闇の中に慣れ死んでいますから、光がまぶしい、光を理解できない、そのような存在なのかもしれません。もう一度来なさいといった言葉がマタイの19章には、今度は子供たちがイエスの周りに来て祈っていただこうという場面が出てきます。弟子たちはそれを止めました。うるさいということだったんでしょうね。それに対してイエスは言われた、子供たちを来させなさい、私のところに来る者を邪魔してはいけません。このように子供のように素直に求める方が天の御国に行くことができる。常にイエス様は呼びかけておられる、来なさい。最後にこの信じるということです。私を信じるものとなる、これが一番我々には難しい点かもしれません。皆さんはクリスチャンですねと聞かれたときに、そうですという方がほとんどだと思います。では証拠を見せてくださいって言われたらどうします？クリスチャンの証拠をどうやって見せますか？難しいことですね。クリスチャンであるという証拠、これはどうしても私たちは、いや自分はきちっと教会に出てます、このような奉仕をしてます、ああいうこともしてます言うかもしれません。私は来世を信じています、恵みを信じています。でもそれは仏教とも同じ考えで信じています。それを信じているからといってクリスチャンになるわけではありません。では
どういうことなのか、頭の中で理解した信仰ではなくて、それが心の割礼となるときに、つまりイエス様がこの十字架で亡くなられたこと、私たちが流すべき罪による血をイエス様が流してくださったんだと心から信じるとき、そのときにイエス様の愛が我々に移ります。イエスの愛が私たちに移ると、それが溢れるようにして周りの人に伝えることができる。あなたがクリスチャンであるかどうかということは、この愛を持っているかどうかということにつながるのではないでしょうか。サタンは愛することはできません。神でなければ愛は表すことができません。そして神を知るには、例えば我々も友人となるべき人と知り合いになるには、その友人の心を知ることを心がけます。話を聞き、状況を話し、こういうことを考えておられるんだという形で知り合いになる。友人の心を知ることは、その人の心の思いを知ることです。神を知るということは神の心を知るということ。神の心は何なのか、神の御言葉であります。この聖書が神の御言葉。自分はこのメッセージを用意するにあたって、命のパンということをいろいろ考えさせられました。覚えておられますか、あの主イエスがバプテスマのヨハネから洗礼を受けた、その後に何が起こったかというと、聖霊によって荒野にサタンの試練を受けることになります。40日間お腹が空いている中で40日間サタンの試練に遭う。主イエスは洗礼を受けた時に天からの御声を聞きました。天から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここで神の子ということがはっきりと示されたんです。ところが荒野に行ってお腹が空いてきている中、サタンが何を聞いたかというと、あなたが本当に神の子であればという、そういう質問を投げかけてきます。我々も洗礼を受けた人がほとんどでしょう。そしてサタンは、あなたが本当にクリスチャンであればという問いかけをしてくることでしょう。荒野でイエス様はそれを答えられました。この石をパンにしてみなさい。イエス様はそれができなかったでしょうか。5000人のパンを与えた力を持つイエス様は、この石をパンに変えて食べることはいとも簡単だったはずです。でもイエス様はこの印を自分のためにはお使いたらない。イエス様が使われるのは他の人のための印です。自分のためではない。ですが思い出してください。その時に主イエスが言われた言葉人はパンのみで生きるだけでなく、神の御言葉で生きる。その言葉がイエス様です。ヨハネが一番最初に言った言葉、言葉が人となってきた、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉、これが主イエスキリストなんだということが頭の中にかなりくっきりと得ることができました。そして人はパンのみでは生きられない、主の御言葉。イエス様が戻ってくるよと言われて、再臨するよと言われてからもう2000年以上経っています。自分は何ということだろう、実は思ってました。
パウロたちもきっとイエス様がすぐに戻ってこられるというイメージがあったんだろうと思うんですが、まだまだ帰ってこられません。でもイエス様が言った言葉は神の福音として、神の御国は近づいたと言ってるんです。近づいたと言ってる、近づいたと言ってるのに、なぜ2000年もどういうことなんだというふうに今まで思っていました。でも神の御言葉がこの聖書となって、新約聖書の中にイエス様の言葉が入っているとすれば入っているわけですが、私たちの心に近づいているというのは、この聖書が我々の手に渡って、主の御言葉、イエスが我々に近づいてきている、主の御国は近くなったということと同じではないかと思ったんですね。私たちの持つ信仰、信仰という字を、漢字をちょっと思い浮かべてみてください。信頼することの信ですね。藤波先生は多分1ヶ月2ヶ月前のメッセージで信頼するというメッセージをされてたのを僕は見ました。信頼すること、私たちが神の愛に応えられる、私たちとしてできるのは信頼することなんです。だけどもそれで終わらない、信頼して仰ぎ見ることなんです。信頼して仰ぐことが信仰という字ですね、漢字ですね。何を仰ぎ見るのか、この十字架であります。この十字架を見て信頼する。なぜならばそこに神の愛がある、この愛を信頼する、愛のために私たちは信仰を持つことができる、そのように信仰を思うのです。信仰というのは私たちの心の扉を開ける鍵なんです。私たちが最初から疑いを持ってこの神の御言葉を見るときには、信頼してない状況ではこの心の扉は開けられない。自分の友人にも、もしくは自分の姉ですね、日本にいる姉、まだ全然主を信じていません。自分もそのような状況だったんで、こうなんて言ったらいいんでしょう、姉が思うのは、世の中にたくさん神があってもいいじゃない、仏教の神もいる、ね、他のヒンドゥー教の神もいる、いろいろな神があっていいじゃない、あなたたちクリスチャンだけは自分たちの神だけだっていうから嫌いなんだっていうのがうちの姉です。そしてそういう方は多くいると思います。もしくは彼女が言うのは、聖書、この世の中で一番ためになる本だって言うんです、物語だって言うんです。彼女が言うのは、これは物語、実際の話ではなくて良いお話、イエスは良い先生であるということを彼女は言います。でも私たちは知っています、神、主イエスは神の子であるという、主イエスは救い主であり神の子であるということが我々の信仰であります。私たちの信仰、何を証拠に持っているかというと、イエスはキリストである、イエスは救い主でありメシアであるということを我々が心を持って宣言することにあります。ヨハネがなぜこのヨハネの福音書を書いたか、これはもしかしたら載ってるかもしれません、ヨハネの最後の方ですね、20章、ちょっとこれだけは読んで、終わりたいと思うんですが、ヨハネの20章、ヨハネがこの書を書いた理由がここにはっきり書かれております。20章の31節ありましたでしょうか。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであること、
イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。これがヨハネが我々にこのヨハネの福音書を書いた理由であります。私たちが信仰するのはイエス・キリストが神の子であるということ、そして我々はこの世では、闇の世では魂だけが救われるのかもしれませんが、やがて主が来られるときに魂だけではなく、この朽ちる体から永遠の体をいただくという確実な約束を我々は信じている。そこに我々は希望を持つ。我々はこの世を去って終わりではなく、主イエスと会うことになるという、この希望が我々に生まれてきます。信じることによって希望が与えられ、そしてこの希望が他の方に対しての愛となってあふれるときに、信仰から希望、希望が愛につながる。これが我々の信仰生活となるように、今日は簡単ですが、全部のメッセージは語れませんでしたけども、ぜひ、このヨハネの福音書、やはり奥が深い、お話がたくさんここの中にはあると思います。どうか、ここでお祈りをすればいいのかな、自分もまだ流れに流れ、うまく理解してませんので途中になってしまいましたけども、賛美をしてから祝祷ということですね。はい、そういうことになります。今日はご聖書くださり本当にありがとうございました。感謝します。